おはようございます。今日はですね、木曜日なので、ツイキャスなんですが、本当はですね、バイク配信をしようかと思ったんですね。おはようございます。あ、ハレリア、おはようございます。皆さん、おはようございます。猫さん、それから、大輔さん、ハルさん、それから一郎さん、清水さん、ウニュウニュウ子さん、はい。今日はですね、今日はバイク配信しようと思ってたんですね。ところがですね、ちょっと、前、あの、か、カメラがうまく作動しなくてですね、で、こう、パソコン用のカメラを今使ってるんです。で、パソコン用のカメラを使うということはですね、結局のところ、あ、すいません、結局のところ、バイクができないんですね。で、今日は、ツイキャスでですね、バイクやろうと思ったんですけども、カメラは壊れてないんですがね、カメラは壊れてないんですが、なんて言うんでしょうかね、ツイキャスで、カメラを出すのがちょっと難しくてね、ちょっと寒いかな。ですから、まあちょっとパソコンについてるカメラでやってみます。ですから、ちょっと映像がちょっと悪いんじゃないかなと思いますね。何の設定って書いてありますかね。はい。おはようございます。木綿さん、おはようございます。で、今日はしょうがないのでですね、バイクじゃなくて歩きで行きますが、どこに行きましょうかね。歩いていくという、歩きだと、ごめんなさい、持ってますね。はい。ごめんなさい、大事なルーターを忘れました。ルーターを、大事なルーターを忘れてですね、ルーターがないとですね、ちょっと遠くに行ったら、もう今はつながってますが、もう本当に外配信は大変なんですね。外配信は大変です。はい。はい、コンティニューありがとうございます。今、一応、ルーター持ちました。ぶらりですね。これでルーターを持って、これで出かけられますね。どこに行きましょうかね。そうですね。やっぱりなんか猫に会いたいっていう感じがしますね。猫に会いに行きましょうか。ね。バイク調子悪いの。いや、バイクじゃないんですね。家の外まで電波飛んでるんだ。そうですね。近くですからね。じゃあちょっと、そうですね。やっぱり猫の方、なんか惹かれる感じがします。少し寒いかな。ちょっと上着持ってった方がいいかな。どうかな。上着必要？なんかちょっとごめんなさい。行ったり来たりで申し訳ないんですが、上着が必要かどうか。そうですね。大丈夫でしょうかね。大丈夫でしょう。若いからね。若いから大丈夫。会えるといいな。霊的フリースが必要。今の時期迷うね。そうですね。ちょっと迷いますね。これが不要ですね。
見えるかな。不要です。ちょっと画面があれでしょ、カメラがいつもと違って、解像度が悪いでしょ。解像度がちょっと悪いんじゃないかと思うんですが、今は不要ですね。不要っていう花です。電動で温まりなさい。雨、電動で温まる。霊的もたつき、霊的もたつき。やっぱりね、外出かけるときって一応いろいろ考えますよね。忘れ物がないかとかね。今日は猫を救う。ぜひ皆さん、ツイッターで拡散してくださいね。ツイッターで拡散してください。霊的猫、油注ぎで温まろう。アメン。そうですね。油注ぎで温まりましょう。さあ、猫が来るかどうか。なんか誰かがね、草を刈ってくれて、ちょっときれいになりましたね。ちょっと景色を見てもらいましょうね。いい感じですよね。ここもうちょっと景色が見えるという感じですね。ここに座って、ちょっと濡れてますがね。にゃーどこにいる？にゃーはまだ来ないですね。そのうち来るんじゃないですかね。そのうち出てくると思います。いつも朝ごはん食べないで散歩をするの。はい、今ちょっとミルクをちょっと飲んできましたけど、普段朝ごはん食べませんね。ヒデさん、おはようございます。今日は中華を食べました。はい、そうですか。画面ちょっと暗いかな。画面がね、普段のカメラと違うので、ちょっとこう映りが違うかもしれません。はい。カジャさん、おはようございます。カジャさん、おはようございます。明日から断食します。あ、そうですね。明日の夕方6時から、ヨムキプールですね。ヨムキプール、アッキャさんですね。アッキャさん、もしね、断食できる人がいたら、ぜひ断食してください。ツイキャスって全面表示にして拡大できないの？どうなんでしょうね。ちょっとわかりません。一応表示の、あれは書いてないかな。わかりません。あまりツイキャスはあまりやったことないんで、詳しいことは分かりません。断食とかすごい、断食とかすごいできましたよ。あ、本当、拡大できる。はい、拡大できるということで、これだと逆光になっちゃうのかな。散歩中ですか。いや、どっちかというと散歩というよりもすぐ近くなんですが、おはようございます。おはようございます。
猫はまだ来ないですね。今日はまだ猫来ません。画面右下の十字みたいなボタン。ああ、画面右下の十字みたいなボタン。全画面表示にするとチャットが打てない。ああ、そうですか。おはようございます。なるちゃん。なるちゃん。おはようございます。おはようございます。それではですね、メッセージしたいと思います。メッセージですね。はい。今日のメッセージ。そうですね。今日のメッセージ。今日のメッセージ何がいいかな。アイコンティニューコインありがとうございます。コンティニューコインはもうどのくらい？あ、もう十分5枚になりましたね。もう大丈夫ですよ。もう大丈夫です。顔が真っ黒。じゃちょっと逆光なので明るい方に、顔が明るく映るようにしましょうね。これだとちょっと明るくなるんじゃないかと思うんですね。ごめん。読み間違えました。それではメッセージをしたいと思うんですが、今日のメッセージ。一応ですね、メッセージはですね、流れがあるんですね。今日は延長するの。1回だけ延長しますので、一応予定としては8時までということですね。8時まで。はい。メッセージ、毎朝毎晩、毎朝毎晩放送してるんですが、一応ですね、あれなんです。流れがあるんですね、流れが。だから、関連があると言ったらいいのかな。毎回毎回関連のある、関連のある、メッセージをしている予定なんですね。ですから、関連付けていますね。はい。それではですね。ちょっとやってますが、はい、世の中に不満を持ってるんですか？世の中に不満を持ってるんですか。若いクリスチャンの増加と災害の増加は何か関係があるんですか。私はね、若いかどうかは別として、クリスチャンが増えると当然災害が減ると思いますね。クリスチャンが増えると、災害が減ると思います。ですから、そういう意味でこの伝道はとても大事なんだよということですね。この伝道すればするほど、伝道、あ、ごめんなさい、ちょっと間違えちゃった。伝道すればするほどですね。伝道すればするほど世の中災害が減ると信じます。ですから、皆さん一緒に伝道しましょうね。たくさんクリスチャンが増えれば増えるほど、昔ソドムという町があったんですね。旧約聖書の話ですが、ソドムという町にロトが住んでたんですね。ロトとロトの家族、アブラハムの甥なんですが、そしてアブラハムはですね、このソドムが同性愛、
同性愛の罪でね、滅びるということを聞いて、アブラハムは神様に取りなしをするわけです。で、ロトを救いたいと思ったわけですね、自分の甥ですから。で、神様に、そのソドムに50人、正しい人がいたら滅ぼさないでくださいみたいに言ったんですね。で、イリスカさん、おはようございます。そして神様が滅ぼさないって言ったんです。そして、ロトはですね、その時に40人かな、40人正しい人がいたら滅ぼさないですかって言ったら、滅ぼさない、30人、20人、最後10人かな、最後10人ぐらい、神様ごめんなさい、もう一回ちょっと言わせてください、正しい人が10人いたら滅ぼさないですかって言ったら、神様は寛容ですね、滅ぼさないと言ったんです。ところが、ロトとロトの家族を合わせると、娘が2人いますから、奥さん1人で4人しかいないんですね。ですから、結局ソドムには4人しか正しい人がいないので、滅ぼすことになっちゃうんですが、神様はそのアブラハムの取りなしを知っていて、ロトの家族を、ね、ソドムからこう連れ出すわけです。天使をですね、使わして、ロトの家族を連れ出して、その後天から火が落ちてきてですね、ソドムは燃えちゃうわけですね、滅びちゃう。でも結局10人いなかったということだと思うんですが、ロトの家族は救われました。同性愛者はクリスチャンのおかげで助かったんですね。いや、ソドムは滅びたんですね。ソドムは滅びました。ですから、それはね、この世は滅ぶということを表します。それは予言的な意味があってね、この世もクリスチャンがこう天使によって集められて、ロトの家族も天使によって、この天使によってこう、ね、集められたわけです。で、そのロトの家族が連れ出されて火が落ちてきたんです。で、この世もそうなるよという予言なんですね。この世もですね、皆さん、この世もクリスチャンが、いますけど、クリスチャンが集められて、この世から軽挙されてね、この世から軽挙されて、あ、猫ちゃん来ましたよ。にょ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 。猫さん、猫さん来ましたよ。にょ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 。にょ。このね、寝転がるのが大好き。寝転がるのが。寝転がるのが大好きですね。にょ。にょ。はい、どっか行っちゃうようですね。映ってないかな。アングルがなかなか分かんなくてね。映ってるかどうかよく分かんないんですけど。行っちゃうようですね。はい、行っちゃいましたね。はい。皆さんのコメント見えなかったですね。飼い猫だと思いますね。飼い猫でしょう。
黒ちゃんの証を聞きたい。黒ちゃんの証、言ってしまった。黒ちゃんの証を聞きたい。キュウちゃんの鳴き声が可愛い。アルゴさん、おはようございます。毛並み綺麗です。ユリスケさん、クリスキャット、クリスキャット、まあそういうわけでですね、この世も同じようにですね、この世も同じようにクリスチャンが取り上げられた後、火で滅ぶわけです。ですから皆さん、その今私たちはね、この滅ぶべきこの世に取り残されるのではなく、ね、滅ぶべきこの世で取り去られるのではなくて、私たちはこの世からね、この世から救われなければいけないということですね。この世から救われなければいけません。だから皆さんが今こうやって放送に来てですね、放送に来て、イエス様を信じて、イエス様の教えを学んでいることはとても素晴らしいんです。皆さんが今学ぶことが将来の救いになるわけですね。イエス様がいつ来てもいいように、イエス様がいつ来てもいいように、私たちは救われるべき用意をしなきゃいけないということですね。救われる用意をして、いつイエス様が来てもいいように、いつイエス様が来てもいいように、準備をする必要があるということですね。むさぼらなくなりました。少し痩せてきましたかね。猫ちゃん痩せてきたかな。神はたくさんの人を殺したのですね。その神様が、まあ、その悪い、ね、悪いって言ったらいいかな、罪人を殺すことは決して不法、不法ではないんです。例えばね、殺人刑に決まった人を、まあ、死刑にするということは、合法ですよね。合法、それは信仰的にはちょっと問題がありますけど、神様が、罪人を、まあ、殺すことは決して不法ではないんですね。今年でしたっけ、イエスの復活、イースターの時ですね。イースターがイエス様の復活祭ですね。同性愛者は罪人なのですね。人間はみんな罪人なんですね。人間はみんな罪人です。ですからクリスチャンは、こんにちは。あの人はなんか配達してますね。配達してますね。自分を低くするのは難しくて訓練中です。アメンアメン。そうですね、私たちはこの砕かれていくのが信仰生活と言ってもいいでしょう。さまざまな出来事があります。試練があります。訓練があります。私たちは砕かれて、そのね、なんか薄によってこう粉々になるみたいな、私たちは砕かれていくのが信仰生活と言ってもいいでしょう。まあ砕かれることは辛いですけど、しかし砕かれることによって私たちは清くなります。何もしてないのに罪人なんですか。そうなんですよ。悪いことしたから罪人ではないんですね。悪いことしたから罪人ではなくてですね、その罪人として生まれてくるからですね。罪人として生まれてくるから罪人です。アダムとエヴァの子孫ですから。ですから、その罪人で生まれてきたことはひどいじゃないかっていう人がいますけど、そう考えないでください。いいですか。もし生まれてこなかったら救われないんですよ。
生まれてこなかったらイエス様と会うことができません。生まれてきたから、たとえ罪人だとしても、たとえ罪人だとしても、生まれてきたからこそ、イエス様と出会って救われるわけじゃないですか。だから罪人として生まれてくるのはひどいと思わないでくださいね。ゴキブリとして生まれてきていいんですか、皆さん、ね、蛇として生まれてきていいんですか。嫌でしょ、皆さんね。人間として生まれてきたんだから喜ばなくちゃいけないですね。キューちゃんというのはアマチュア無線のニックネームですね。今から45年前にやっていた、およそ50年前かな、50年前にやってた、ずいぶん古いですね、アマチュア無線の時のニックネームがキューちゃんと言います。次元上昇してますか。次元上昇ですか。景気は、天国に行くことは次元上昇ではないでしょうかね。天国に行くことが次元上昇ではないでしょうか。はい。囲碁は興味深いです。 CQ、CQ、応答願います。 CQ、CQ っていうのはね、アマチュア無線で通信相手を探すときにやるわけですね。50年前はまだ生まれてなかったんです。その頃から無線あったんですね。無線はね、戦前からあったんですね。戦前から無線はありましたよ。戦争中も無線で使いましたよね。昔はまあモールス信号が多かったんですね。モールス信号がね、私もモールス信号やりましたよ。CQ のことを2と2と2、2と2、2と2と2、2と2って言うんですね。2とトット、2とトットっていうのはこちらはっていう意味からだったかな。と2、2、2と2と2、2、2、2ってそういうふうに入るわけですね。はい、CQ 出版ってありましたね。2、2、トントントン、2、2。2、2、トントントン。どれやったかね、SOS?ツーツー、SOS はね、ツーツーツー、あ、ごめんなさい。SOS のトトト、ツーツーツー、トトト。SOS はね、トトト、ツーツーツー、トトトって言いますね。トトトが S で、ツーツーツーが O で、トトトが S で、トトト、ツーツーツー、トトトですね。今モールスは使われてないのかな。使われてないと思いますよ、今はね。アメンをツートンって アメンは何て言うんでしょうかね。アメン。A がね、トツーだと思うんですね。トツー。M がツーツーかな。それから E がト、トかな。N がツート。だから、トツー、ツーツー、ツートがアーメンですね。合ってるかどうかわかりません。何歳ですか。はい、63歳ですね。例えば自分が地獄に落ちることによって自分の代わりに罪人を天国に送ってあげようとするのはクリスチャンだと思っていました。自分が地獄に落ちることによって自分の代わりに罪人で、それはないですね。それはないです。はい。例えばこの地上の命をね、この地上の命を捨てて人を救うってことはもちろんあるわけですね。自分が地獄に落ちることによって人を救うってことはないです。近代ではナポレオンとヒトラーがサタンで、次にサタンが現れたらこの世を滅びるらしいですね。その通りですね。ナポレオンとヒトラーはこれから来る反キリストのモデルですね。ナポレオンとヒトラーは、この終わりの時代の、反キリストという世界的な、世界的な、独裁者って言いましょうかね。独裁者の、あれですね、モデルに
メートルということになります。はい。イエスさんって日本語で話していましたか？2000年前はもちろん日本語じゃなくて、アラム語という、ね、アラム語というヘブル語にちょっと似てますが、ヘブル語の方言みたいな、そのアラム語で話してましたね。ですから「パッション」という映画は実際にそのアラム語で話したそうですよ。パッションに出てくる人たちはアラム語で話をしたようですよ。ナポレオンは力持ちだったらしい。おお。ハイドさん、ハレルヤ、アメン。チンギス・ハーンもサタンですか。ああ、どうなんでしょうかね。まあ、そういうね、この世的な、まあ、王様とか、独裁者は、やっぱりかなり悪いことをしましたね。悪いことをしましたから。悪霊がいたと、あ、また猫ちゃん来ましたね。猫ちゃん来ましたよ。にゃお、にゃお、にゃお。にゃお。にゃお。いつも後ろに行くんですよね。ストレッチしてますね、ストレッチ。にゃお。なんかこう、寝返りが好きですね。寝返りが好きです。よくできてますよね。この動物を見るとね、こんなよくできたものがですね、自然とできるわけないですよね。本当に設計されて意味があって、全て意味があってね、これがですね、神様が作ったに当たり前だと思いませんか？非造物を見るとね、非造物を見ると神の神性が、分かると書いてありますね。その猫ちゃんの中にですね、神様の神性っていうか、神様の英知が見えるわけですね。猫を見てですね、進化なんてよく考えたと思いますね。ありえないですね。この猫ちゃんが自然とできるなんてことはありえないと思いませんか？ね、こんなによくできた。こんなによくできた猫がですね、設計されてね、人間を慰めるためにね、まあ、ある意味ではですね、神様はね、この猫や犬を見せて、猫や犬を見せてですね、僕の毛を牧師さんに植毛していいですよ。猫の毛じゃしょうがない。猫の毛植毛したらどうなっちゃう。猫の毛は伸びないんじゃないですかね。猫の毛植毛されてもあんまりちょっと嬉しくない感じですが、はい、ケタさんよろしく。はい、ケタさん、昔ではチンギス・ハンやアレキサンダーもサタンだと言われています。あ、そうですか。ティちゃん、この猫こそ天が使わしたものに違いないので、ぜひ教会で飼いましょう。人の猫、人の猫はちょっと飼えないですね。人の猫はちょっと飼えませんね。でもね、皆さんね、やっぱり今思わされたんですけどね、この猫とか犬というのはね、まあ動物と言いましょうか、この動物というのはやっぱり神様がね、動物を見なさい、
動物を見なさい。私が作ったんだよ。私が作ったんだよ。よく見なさい。ね。この私が作った動物を見て、私の存在を信じなさいと。神がいなければ動物もいないよと。神様いなければ動物もいないよと。この猫はね、猫はまさに、模様もそれぞれ違います。ああ、猫の模様ですか。そういうわけで皆さん、動物を見て神様のその英知を賛美しましょう。動物たちは実は神様を信じている。言葉にはできないだけ。そうですね。神様は信じてはいないけども、まあその罪がないですからね。動物には罪がないので、だから罪がないという意味で可愛いということでしょうかね。動物は罪がないので可愛いんじゃないでしょうか。キュウちゃんもゴロンゴロンして、私がゴロゴロしてどうするんですか。私がゴロゴロしてどうするんですかという感じですね。無茶ぶり。ここで明石タイムできるかな。はい、皆さん、ちょっとですね、スティッカムで、ツイキャスで明石タイムしましょう。はい、できるかどうかわかりません。イエス様を信じて、ね。あ、猫を見て、あ、神様がいるんだ。猫を見て、ね。イエス様を信じて、イエス様を信じて、動物は神が作ったということを、動物は神が作ったということが分かったかし。おはようございます。にゃお、にゃお、また来ましたよ。お見せするの難しい。非常にこう懐っこい猫ですね。はい、明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、この可愛い猫は神様が作ったということが分かった証。イエス様を信じて、この自分は作られた人間だということが分かった証。スタート。スタート。その猫こそキューちゃんが何か特別なことを伝えに来たのです。はい、明石タイム。皆さん、明石してください。ツイキャスでも明石ができると思います。明石してください。明石してください。明石してください。配信してください。証出てこない。ツイキャスはコメントしにくいでしょうかね。ツイキャスはコメントしにくい。キューちゃんのおかげでニンニクが食べれるようになりました。ハレルヤ、アメン。ニンニクが食べれるようになりました。イエス様のおかげですね。私のおかげではなくて、イエス様のおかげです。アメン。アメン。イエス様のおかげで、人参が食べれるようになった。
動物を見て命の尊さを学びますね。アメン。動物を見て命の尊さが分かります。不思議だと思いませんか？普通猫は見知らぬものにあんなに懐くものではありません。そうですか。猫はそんなに懐かない。記者の許可はいつでも行けるの？はい、連絡ください。時間取りますので、せっかく来るならば連絡してこない、来てくださらないと、会えないことがありますので、ぜひ連絡してください。おっしゃる通り、猫は人見知りしますよね、普通。あ、そうなんですか。猫は人見知りする。でもね、今女性がこう来た時に、やっぱり懐いてましたから、私だけじゃないんですね。私だけじゃなくて、他の方にも懐いてます。懐いてましたね。はい。コメント飛ばすな。精神病院でサタンに取り憑かれました。やっぱり精神的な病気っていうのは悪霊なんですね、悪霊。だからかえって逆にね、その精神病院の方が、精神病院の方が悪霊がたくさんいるんじゃないかなと思うんですね。だから私ね、なるべく入院しないように、入院しないように進めています。まあしなきゃいけない時もあるかもしれません。福音を述べ伝える特別な猫なのだ。アメン。福音を伝える特別な猫、もうすでにこの放送に出て、もう福音を伝えてますよね。飛ばされたけど、キュウちゃんの罪を許しましょう。アーメン。ありがとうございます。ここにもトランキライザー飲んでる人多いだろうね。精神安定薬のこと、トランキライザーって言うんですかね。なんでおじいちゃんがキャスしとん？ はい。まあ、ニコ生ではね、年配の方が放送してるケースがありましたけど、ツイキャスでやってる方、人は少ないかな。ツイキャスで、連動してる人は少ないでしょうか。はい。そうですね。それではですね、スティッカーももうやらないんですか？スティッカーももう全然やってませんね。スティックもやってません。大輔さん、大輔さん、その武蔵野のね、病院の人、許しましょう。許しましょう。あ、はがるさん、おはようございます。大輔さん、ぜひですね、恨みを持たないで許すことが大事です。ひどいことされたかもしれませんね。ひどいことされたかもしれません。でもそれを、その人を許すんですね。許すんです。許すことによって大輔さんも癒されていきます。ぜひ許しましょう。
キューちゃん63歳なのに老けすぎ。そうですか。そうですか。逆にですね、若いって言われてるんですよ。年の割には若いって言われています。クリちゃんは入院したらいけないんですか。その精神病院はですね、結局今言ったように悪霊が多いと思うんですね。悪霊が多いので、結局病気の原因がね、病気の原因が悪霊なんだよということですね。全部が全部悪霊かどうかはちょっと分かりませんが、多くの病気は悪霊だよということですね。許す心が大事。イエス様もそれを望んでいる。アメン。そうです。許す心が大事ですね。許す心。皆さん、延長しませんので、ちょっとコンティニューはですね、もういっぱいかな。もうコンティニューいりませんので、また次回、次回でいいですので、今日はもう、コンティニューをですね、しないでいただきたいのですが、コンティニュー、ありがとうございます。もう大丈夫ですから、また次回で、また入れてる人が、入れないでください。もう今日はちょっとですね、8時に終わらなきゃいけないので、今日はちょっとですね、もう入れて、3日以内に配信してくれれば問題ないです。3日以内。ツイキャスはね、また来週の木曜日の朝なんですね。今のところツイキャスは木曜日の朝だけなんです。ですから、見たい方はですね、ニコ生見てくださいね。ニコ生は朝晩毎日やってますので。コインの期限が3日。そうなんですか。コインの期限3日なんですか。それは知りませんでした。3日しか持たないんですか。でもツイキャスは1週間に1回だからね。でもなんか残ってるような感じがしたけどな。キーちゃんは4年前も首筋のどこどこが目立たないようにとか気にされてましたね。本当、そうですか。4年前。それではですね、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。キューちゃんは主、いや、私じゃないです。イエス様が主ですね。イエス様が主、私が主ではありません。イエス様が主ですね。90分コース。申し訳ないけど、途中で、切っちゃいますね。切っちゃいます。今日はなぜバイクに乗らないか。今日もね、バイクに乗る予定だったんですね。今日もバイク乗る予定だったんですが、ちょっとカメラがですね、カメラがうまくいきませんでした。キッチャンラブスターロードアンドロードアンドロード、キッチャンは主を愛している。では、ファイナルメッセージいきます。ね、ファイナルメッセージです。アマギンさん、おはようございます。アマギンさん。神様はですね、この万物を作りました。ね、万物を作りました。そして、猫も作りました。猫も作りました。そして神様はですね、作ったものを通してご自身と栄光を表しています。猫はですね、猫は神様の栄光を表しているんです。花々もですね、神様の栄光を表しています。
この空も、星空も、星空も、きれいな青空も、全部神様の栄光を表しています。すべて神が作ったものは神の栄光を表しています。そして大事なのは人間がですね、人間こそ、被造物で最高の傑作です。人間こそ、最高の作品なんです。ですから人間こそ一番神の栄光を表すことができるんです。どうやってですか？イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、人間は初めて神様の栄光を表すことができるんです。皆さん、喜びましょう。フルスロットさん、おはようございます。人間は悪いことをするために作られたんじゃないんです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために作られたんです。ですから、ぜひ皆さん、私たちはただ意味のない人生、意味のない生き方をしてはいけないのです。私たちは、作られた存在です。作られた存在で、その意味のある生き方ができるんです。ですから、ぜひ皆さん、私たちはイエス・キリストに会って、あ、猫ちゃん来た。イエス・キリストに会って、イエス・キリストに会って、素晴らしい生き方をしようではないでしょうか。神の栄光を表す、神の栄光を表す生き方をしようではないでしょうか。悪い行いを悔い改めて、悪い行いを悔い改めて、イエス・キリストの教えを守ろうではないでしょうか。せっかくの人生です。無駄に生きないで、無駄に生きないで、クロちゃん出番を心得ている。ぜひ皆さん、皆さんの人生は意味があるんだよということですね。皆さんの人生に意味がある。素晴らしい意味がある。素晴らしい意味がある。ぜひ皆さん、ぜひ皆さん、皆さんの人生、素晴らしい人生を、全うしてほしいと思います。そして、この自然界が神様の栄光を表しているように、私たちもイエス・キリストを信じて、良い行いに励んで、良い行いに励んで、素晴らしい神の栄光を表そうではないでしょうか。クリスチャンだけが神の栄光を表すことができるんです。今日も新しい一日を感謝します。クリスチャンだけがですね、神の御心を行うことができるんです。ぜひ皆さん、喜びましょう。喜ぶんです。私たちは、神の子になることができたんです。以前は悪魔の子でした。悪いことばっかりして悪魔の子でした。しかし今、私たちは神の子になったんです。神の子になって良いことができるようになったんです。ですから喜びましょう。こんにちは。いってらっしゃい。皆さん喜びましょう。私たちは、今度はあの猫にせめて目指しの一匹でも持って
行きましょう。なんか餌をあげちゃいけないとか聞いたんですけど、どうなんでしょうかね。餌をあげちゃいけないというね。ぜひ皆さん、私たちは、生きる意味を持って、永遠の価値のある、そのような生き方ができるんです。ぜひ皆さん、私たちはその本当の生きる意味、本当の生きる意味を、知ったのですから、生きる意味があるんですから、思い切ってダイナミックに積極的に素晴らしい人生を生きようではないでしょうか。皆さんがイエス・キリストに会って素晴らしい働きができるんです。素晴らしい働きができるんです。皆さんは神様のために生きることができるんです。神様のために本当に素晴らしい生き方ができるんです。悪いことをやめてイエス様を述べ伝えましょう。皆さんがイエス様を述べ伝えるならば、皆さんがイエス・キリストを、ね、イエス・キリストを、信じて歩むならば、これからたくさんの人が救われて、たくさんの人が救われていきます。それでは招きをしましょうね。招きをしましょう。今日の放送、ね、今日の放送を見てイエス様を信じたくなった人、かかりますね。イエス・キリストを信じたくなった人、顔を殺すためにパソコンを落とす可能性が、顔を殺すためにパソコンを落としちゃう可能性が、今日の放送を聞いて、あ、そうか、自分は神様の被造物で生きる意味があるんだ、神様のために素晴らしいことができるんだということが分かって、イエス様を信じたくなった人、アメン、アメンと言ってください。イエス様を信じたくなった方、アメン、アメン。イエス様を信じたくなった方、アメンは言ってくれる方がいたんだ。素晴らしい。アメン、アメン、素晴らしいです。アメン、アメン、アメン、素晴らしいです。あ、おはようございます、おはようございます。アメン、素晴らしい。アメン、ひろみさん、アメン。はい、素晴らしい。小葉千奈さん、イベリコさん、まだ無理だ、まだ無理。アメン。みゆほさん、アメン、素晴らしい。今日も牧師様にとって素晴らしい一日でありますように。はい、素晴らしいですね。ツイキャスはちゃんとね、ハンドルネームが出るので、本当に素晴らしい。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、今日もあなたの話をし、あなたの被造物の話をしました。たくさんのことがあなたを信じようとアーメンと言ってくれました。感謝します。彼らの罪が許され、神のことなりますように、神のことなりますように。そして、あなたのために、あなたのために素晴らしい働きができますように、良い行いができますように、どうぞ祝福してください。今日一日も、今日一日も素晴らしい一日となりますように、あなたの栄光を表す一日となりますように。イエス様、祝福してください。祝福してください。イエス様、どうぞリスナーの方々を祝福し、素晴らしい一日となりますように。日本は本当にまだまだ多くの人が苦しんで生きていますが、あなたを知らないで、虚しく生きていますが、彼らを救ってください。彼らを救ってください。若い人たちを救ってください。ツイキャスの若い人たちが救われますように。ツイキャスの若い人たちが救われますように。
イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さんありがとうございました。ツイキャスは今度また来週の木曜日の朝になると思います。シャローン、シャローン、シャローン。失礼します。シャローン。